カズさんが太った理由、そう、都会が僕をこうさせたんだ。このままじゃいけない、決めた、ダイエット合宿だ。釣ったものだけで俺は生き延びる。ございます。台風過ぎました。多分着いたー。また行きれいか。また行きれいか。バーン。じゃあまずベースキャンプ地に向かいましょう。はい、はい、おーめっちゃいいよ。いいでしょ。どうもおはようございます。本日よりですね、ちょっと合宿ということで、結構最近 YouTuber 太り散らかしてきてるんですよ。ちょっとあっちの方カメラ回してもらいます。あっちの方にヨーライさんっていうちょっと最近太ってきた方いらっしゃるんですけど、この人ですね。この人鉛系 YouTuber させてもらってます。はい、釣り岡でしょうのヨーライです。そこそこ逆光だよ。逆光やばい、先輩 YouTuber に怒られた。逆光逆光ガシーンガシーン。はい、というわけでダイエット合宿です。ダイエット合宿なのか。そうそう、ダイエット合宿です。今日イエイ。体重計も買ってきた。体重計も買ってきました、はい、買ったんだよね。というわけで200、3日、203日で釣ったものしか食べない、はい、ということでのダイエット企画で、釣ったらタンパク質ばっかだから自然と釣りすぎても痩せると思うし、おう、そこら辺でちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、で行きましょう。はい、で行きますね。測定。測定です。よいしょ。え、あれ割れてない。85.9。あれ昨日より増えた。増えてる。あ、さっきご飯食べたから。あ、そっか。島では食べてないから。島では食べてない。はい。釣り岡の。はい、はい。84.7キロ。あ、似たようなもんだよ、スペック的には。スペック的には似たようなもん。ね、フォルムが違う。ね、中身がだいぶ違うですけどね。似たようなもんだけど、2泊3日でどんだけ痩せれるのか。うん、じゃあ、ちょっと、まず、設営していきます。ほんで、今回の、ちょっと、おやせさんメンバー。おやせでーす。おやせでーす。これ太ってます。頑張るぞ。頑張ろう。この平地いただくな。どうぞ。このスペース。もうね、まずい。暑いわこれ。もう1キロ落ちたねこれ。落ちましたね。落ちたね、キム。もう痩せてないですか、顔。痩せてる。顔から来るタイプやで。あ、やばこれ。で、今からね、ご飯取ってきます。朝。イカ釣れんかな。釣れたらいいけど。お、もう来ました。コンコンってなりました。お、来てる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 。わあ、ナイスナイスナイス。